はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はこの職業を使っていきます。バトルマスターですね。おそらく7割ぐらいの人はバトルマスターでやってるんじゃないかな。無難に強いから使いやすいっすよね。で、武器と防具最強にしてレベル99にしました。そうしたところ、攻撃力が911、900超えっていうのはなかなか強いよね。で、アクセサリーまで、攻撃力寄りにすると971だね。60上がるんで971まで上がります。1000は超えなかったな。できれば1000超えてほしかったんだけどね。で、ダウンロードコンテンツで追加された技っていうのがちょっと残念で、ミラクルブーストと灼熱闘魂打ち、この2つなんですよ。俺ね、古今無双、あれが来るんじゃないかなと思ったんだけども、あれは追加されなかった。とても残念です。で、まあ武器スキルでね、アルテマソードとかそういうのは追加されたんだけども、いや、やっぱり不死鳥天武の方が強いし使わないんだよな。もうちょっと攻撃力上げてほしかった。まあ、とりあえず、今日は、この99で最強になったバトルマスターで戦っていきましょう。ちなみに、スキルパネルは全部埋めてます。暗黒の魔人に行きまーす。こいつがさ、今回のコインボスで一番強いよね。運が悪かったら、どんなことしても全滅するもんね。こいつはね、運ゲーだわ。なんだっけ、地震かな。地震をやられるとどうしてもやられる。瀕死になるもん。700ちょっと食らうんで全員に。でその後さらにもう一発食らったりするともう終わるからね。ああいいね、いい感じで不死鳥天武いける。どれぐらいいく？これダメージの天井が1999なんで、天井をなくしてほしいな。6600。なるほど。こっちは倍切るとかかってませんね。あ、ちょっと待って、ラグダスやめよう。ラグダスやめて、フーラに変えて、倍切ると入れよう。どれぐらいいきますか？会心の一撃次第なんだよね。おお、バイキルトなしで6900。素晴らしすぎる、素晴らしすぎる。でアンルシアが5000ちょっととかだよね。いや、そんなにいかなかった。バイキルトかかってないや。そうだそうだ、いいね。7000、とんでもねえ。あれ、フーラー、まあまあ、いいか。いけ、うわお7000。で、バイキルトをかけてと。で、ここでね、勇者の盾を入れときましょう。念のためにね。一応、無敵にしときましょう。危なははっ、危ね。ちょっと主人公の攻撃力を見たいんで。おい、アクセルギア、アクセルギアマジで強い。全部会心だったらマジで強いんだけどね。いや、会心じゃなくてもいいダメージ出るはずよね。どんぐらいいく？おお待って、すごくなかったか。やっぱね、バトマスでこれやるとめちゃくちゃ強いね。はい、ということで戻ってきました。やっぱりバトマスはやばいね、めちゃくちゃ強い。最大まで上げていくと、会心の一撃出なくても一発1960出るんで、確実に1万ぐらいのダメージを与えれる。いやー、これやばい。でしかもアクセルギアで2回攻撃になった時に2万か、1ターンで2万、とんでもねえな。ゴールドマンマックス多分一発で倒せそうな気がするけどね、一ターンで。やば。はい、ということで、今日はですね、
バトルマスター使っていきました。多分7割ぐらいの人はこれだと思うんですけども、やっぱりね強いね。うん、もう脳筋にして間違いありません。まあアクセルギアはね絶対入れた方がいいと思うんだけども、とんでもない強さでした。はい、ということで他の職業も使っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。